していただきましたから、今度は、主にその年金とこれからの投資についてを、説明していただくようにします。どうも、はい、はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ先ほど、の後編の前編の続きなんですけども、はいはい、まあバブルの経済が、日本経済が 再燃するってことはもうほとんどありえないということを先ほど三沢さんがおっしゃいました。まあそういうことから今度は、年金のこと、はい、そしてこれからの、生き抜くためにどうしたらいいか、はい、この今の日本の経済状況の中で我々、庶民が生き抜くにはどうしたらいいかということを経済的な側面からちょっとお話しして来ていただきたいと思います。ではい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でまず前回の復習で日本の経済がどうかということなんですけれど、でこちらを見ていただきます通り、1970年から89年バブルの頂点に向かいまして、株価は実に20倍弱になりまして、で円についても 2.5 倍になって、でアメリカの投資家がもし投資していれば実に50倍のリターンになったと。ただ、株価というのが1989年平成元年ですけれど、その12月29日に頂点をつけまして、その後はこうダラダラと下がってきて、で回復力に乏しいと。で為替についてもそんなに動いてないと。で物価も金利も、まあ、ダラダラと下がってきてあまり動かなくなってきたというところを前回ご説明しました。で今日は年金あるいは、生活の実態、それから資産運用について、お話ししたいと思うんですけれど、でちなみに香川さんは何歳まで生きようと思ってますか？はい、あと30年から40年、ね、あ、素晴らしいです。90歳から100歳ぐらいまでは生き延びたいと思ってます、やっぱりだけど短い生活はしたくないですよね、病院につながれても、ね、ヨレヨレになって、死ぬだけやめてほしいですけど、やっぱりそのねバブルとかああいうのでその景気よくてドカンとお金を貯めて、まあね老人ホームでもらってもちょっといいところに入りたいと思いますし、そしてねその僕なんか子供いないし、やっぱりね本当は周りのものに取ってもらって死にたいですよね、そういうことあります。はい、ちなみに今の日本の平均寿命とつまり何歳まで生きるか、男性女性何歳ぐらい、81年じゃないですか、70いくつですか男性女性それぞれ、まあ両方とも1、2歳しか違わないんじゃないですか、その差ってのは。例えばじゃあ男性が75ぐらい、男性が81で女性が87とか。ああそうなんですか。あ、そうなんですね。はい、じゃあまあ80歳までいけるんだ、一応は平均寿命は。そうですね、はいはい、平均寿命って非常に伸びていまして、はいはい、で最近出された本で、ライフシフトという本があるんですけど、はいはい、それの著者によりますと平成元年に生まれた日本の子供っていうのは、半分ぐらいが107歳まで生きるという。おお、そうなんですか。そんな高齢なの。これ世界的に、まあ、どんどん寿命が伸びているということで、はいはい、私はよく、皆さんに冗談で、100歳以上生きたいというズーズーし方はいますかとかよくセミナーで言ったりするんですけど、それはちょっと冗談でズーズーしくもなんともなくて、それは今生きてしまうというか、そういう状況があります。
おお、そうですか。はい。それで、はい、日本の、年金制度の基礎ができたっていうのは、はい、大体昭和36年ぐらいなんですけど、はいはい、いや、昭和36年ぐらいの男性女性の平均寿命っていうのは大体どれぐらいだったと思います。67、8、70ぐらい。男性女性それぐらい。ああ、そうですか。じゃあ男性は70、女性は75。かなり異性いってます。ああ、そうですか。それで、はい、ここにあります通り、その、まあ、平均寿命というのは非常に、はい、大きく伸びておりまして、はいはい、で大体昭和36年ぐらいに、はい、まあ、田中角栄さんとかその辺の人が中心になって、はい、現在の日本の年金制度をやりまして、はいはい、その時の寿命というのが、はい、男性が大体61歳ぐらい、はい、失礼します、66歳ぐらい、はい、女性が71歳とかそれぐらいです。おーおー、はいはい、でその頃というのはイメージしていただきますと、55歳ぐらいでいったらもう定年だったんですよね。ああ、そうですね、55歳でしたね。私がその頃は、はい、はっきり言って50とか55っていうともう、まあ、もうおじいさんという感じで気がしましたね、はい。それで、55歳になった方が、はい、66まで来たとすると、はい、まあ、10年ぐらいで、はい、まあ、死んでくれたといったらちょっと語弊があるんですけど、そんなに長い期間年金を受け取りませんでした。ああ、なるほど。で、はい、女性の方は71ですけれど、うん、はいはい、で前提としまして、うん、厚生労働省がモデル世帯というのを言っておりまして、はいはいはい、で夫が働いて、妻が専業副主、はいはい、子供は2人、はい、というのがモデル世帯です。あ、でその男性の方は自営業者を、まあ、1号と呼んでるんですけれど、はいはい、で公務員あるいはサラリーマンが2号、うん、はい、で専業主婦の方の場合は自分では年金払ってないんですけど3号 で、はい、で基礎部分は女性の方も受け取れるということで、はいはい、そういう前提で年金の制度を作りました。はい、まあ、うちの女房も3号被保険者ですから、そう言いますよね、はい、で、ところがここにあります通り非常に平均寿命が伸びましたので、はい、従いましてこの昭和36年の時点で、はい、果たして厚生労働省の非常に頭のいい親子にさんたちはまあ、こういったことをそもそも予想していたのかどうかという、まあ、疑問が、はい、ちょっとあります、はい、で、はい、でそもそも、はい、まあ、福祉とか年金とかいうことが気になったと思うんですけど、はいはい、歴史的に見て福祉とか年金というのは、はいはい、どこの国は誰が作って、いや、わかんないですね。日本の人が作ったんじゃないのかなと 思ったんですけども、いや結構ほら日本って年金国家って、思ってたので、はい、そう思ってましたけど、どこの方が作ったんですか。福祉というとやはりイギリスとか北欧が手厚いというイメージがあるので、はい、そういうイメージがあるかと思うんですけど、はい、福祉自体は大体17世紀のビクトリア朝のエリザベス1世、はいはい、1世の方なんですが、その頃に福祉という概念がだんだんできてまして、その頃の戦争って石炭とかそういうのを掘り出して労働者がって感じですか、そのイギリスの感じだと。そうです、まだそこまでいかないんですけど、うん、で年金につきましては、うん、実はこのおじさんは見たことあるかどうかわからないんですけど、ドイツの最初のビスマルクですか。ドイツのビスマルクという人がおりまして、はいはい、この人が、はい、プロイセンの19世紀の後半に年金の基礎を作りました。ちょっと信じられないですね。だって軍事とかそういうのをやってた、なんていうの、総理大臣じゃない、大臣じゃないですか。ビスマルクって言ったらね、プロイセンの、鉄血宰相っつって、もう戦争ばっかりしてると思ってましたけど、そうではないんですか。はい、まあ、このビスマルクという人が、ご存じのとおり極めて天才的な人でして、はいはい、議会制度とか法律とか、はいはい、まあ、教育とか、はい、そういったものは全て近代のものは基礎を作りまして、日本の明治政府というのは単純に言うと、まあ、ビスマルクを真似しただけなんですか、まあ、言えなくもないんですけど、そこに日本はドイツの真似をしたわけですけど、はいはい、で実は年金というのも彼がお、まあ、作り出しておりまして、はいはい、でというのは要するに国民に対する飴と鞭だったわけです、はい。まあ結局戦争を起こすためにどうしたらいいかということを考えたわけで、維持して勝利するためには国力だと、それにはその血と汗と肉だけじゃなくてその年金でその生きる道を作らなきゃいけないと、そういう感じですか。そうです、はい、この当時のドイツの特徴としましては、はいはい、まあ、石炭業とかそういうものが起こってきて、労働者がいて、はい、社会主義運動が起こってきましたので、はいはい、で社会主義運動に対しては徹底して断絶して、ですよね、それはね、その一方で、はい、福
祉とか年金とかする、はい、雨もそれはそうですよ。だってそれは送るのは貧困とかそういうことがあるからですよね、それを緩和してやればその雨と無知で投資、うんうん、それは投資しようという、いや僕が仮にそういう立場になれそうですよね、はい、ということはその、うん、根本的にその年金というものは国民に対する雨で手なずけるものであって、はいはい、本質的に国民のものではなくて、うん、お上の、まあ、勝手で、ああなるほど、じゃあお上の雨なんだ、まあ本質的にそもそもそういうもの、ああ猫なんてところでよしよしってやつ、なるほど、はい、まあ、子供に飴を与えるみたいな、はいはい、本質的にそういうものだと、うん、じゃあ泣くんじゃないよ、騒ぐんじゃないよという感じなんですよ、はいはい、見ることになります、うん、はい、で、まあ、年金に関しましては、はい、その、はい、いわゆる世代間会計という考え方がありまして、はいはいはい、単純に言うと60代以上の人、はい、50代、40代、30代、はい、20代というと、はい、どの世代の人が得する、はい、得すると思います、え、今の時代ですか、まあ、通算でその払った額と受け取る額を考える、いや、やっぱり僕たちよりも10年から5年上の世代、つまり70、80代の世代の人たちが一番今ですよ、受給円じゃないかと思いますけどね、そうですね、その、はい、やはり60代以上の人というのが、はい、イメージ通り非常に、はい、まあ、単純には得をするという、はい、構造になってまして、はいはい、で、まあ、この図にありました通り、うん、これがこの青い部分が年金の受け取る、はい、メリットで、下の方が払うことなんですけれど、はいはいはい、60代以上の方というのははっきり言ってほとんど払ってないのにたくさんもらっていると、うん、例えば80代の人ですと、うん、払った金額の大体8倍ぐらいの、そうなんですか、金額をもらうことがありまして、でそれ以外 その医療、うん、まあ、お医者さんの費用とか、はい、それでも恵まれてまして、はい、で50代40代以下はこのように、はい、メリットが少なくて払う方が、はい、非常に、それは将来にわたってもってことですか、将来というか、はい、まあ、一緒の間の累計でですね、お、例えばじゃあ今50代の人が70、80になったりシフトしてた時はどうなっちゃうんですか、はい、やっぱりその払う方の方が大きいという状況になってきちゃう、はい、そうですね、はい、通算に払う年金保険料ですとか税金とかが非常に重くて、はいはい、年金ももちろん受け取ることはもちろんあるんですけれど、うんうんうん、後から申し上げた通り年金ももうだんだん減ってきますので、はいはい、まあ、非常に厳しい状況だ、はい、ということになります、はいはい、おで、そのでは年金がですね、どこだったかで、で単純に言ってその年金制度というのは崩壊すると思いますか、はい、思います、はい、思います、うんうんうん、いやもう先がないんじゃないかと、はい、で、うん、結論から言うと年金制度は崩壊しないと私は思うんですよ、うん、なるほど、それはまたというのは、うん、崩壊すると困る人がいっぱいいますよね、うん、まあ困るとは困りますよね、誰が困るか、まあ、まず受給者は困るし、雨をくれた人も困るというし、まあ、騒ぎますからね、まあそのぐらいかなと思いますけど、はい、で困るというのは先ほど言ったように、うんうん、そのお上の側の人が困るわけですよ。おお、なるほど。例えばその厚生労働省に群がっている、うんうん、その年金の資金でその運用する人とか、そういう役人であったり、はい、その退官した財団法人とか、まあ、そういった人たちが困るわけであって、はい、でその国民ももちろん困るんですけれど、はい、まあ、別に国民のことを考えているわけではないんですね、うん、で、まあ、これはちょっと見にくいんですけれど、うんうん、で将来の年金の予想ということなんですけれど、うんうんうん、その今後経済成長とか賃金上昇率とかがどうなるかもちろん分かりませんので、はい、うん、それが非常に経済がうまくいった場合が A、うん、B、C が真ん中、うん、D、E がまあ悪い状態、うん、で人口についてもその、まあ、子供がたくさん生まれる、うん、老齢化が進まないといういいケースが上位、うん、で真ん中が中位、うん、下位と分かれまして、うんうん、でここにありますのはちょっと見にくいんですがその、はい、C と中位、まあ、真ん中の、はいはい、予想なんですけど、うん、でその現在年金制度全体としまして、はい、所得代替率というのがありまして、はい、それの現役の世代の手取りの給料の何割、はいはい、を年金でもらえるかということなんですが、おでモデル世帯っていうと、うん、今大体代替率、うん、それは何パーセントぐらいになってますか、手取りの給料の50%、現在はその62%、そんなにあるんですか、
ただそのそれはあの手取りの通知たものなんで、その、はい、退職する直前の高い給料じゃなくて、はい、若い時は給料低いですので、じゃあかけてる間のこう平均値みたいな、あくまであの平均のものの手取りなんですけど、はい、うんうん、でこれが、現在 62% なんですけれど、うんうん、で2050年ぐらいになりますとこれが 50% になると、うん、単純に言うと、まあ、年金が減るということが、はいはい、うん、まあ、ほぼもう決まっているわけです、はいはい、うん、でその計算の前提なんですけれど、はい、所得代替率 51% の実現するためにここにあります通り物価上昇率とか賃金上昇率、はい、運用利回りがあるんですけど、うん、でこの前提の数値というのが、はい、結論から言うと非常に非現実的と、はい、まあ、まず無理な数値なわけです、はいはい、従いましてこのまともな予想があって、はい、年金の額があったということでは全くなくて、うんうんうん、所得代替率 51%、うんうん、それとも全然足りないんですけど、うんうん、でこれをが実現するためにはこういう前提だという、うん、逆算しているだけの中で、うんうん、全く反対というか無茶苦茶な、じゃあちょっとマジックというかその騙しというかそういうのが入っているという感じですか、疑しいというか結論から言うと全くインチキなわけです。あ、なるほど、この非現実的な話、はいはいはい、前提に基づいて数値がこうでなくちゃいけないというふうな感じで、所得代替率 51%、 それも大して高くないんですけど、はいはい、こっちからこうではなくてこれを実現するためにどうしていいのかなっていって、鉛筆を転がして、この前提だという、それじゃ何にも意味がないっていうか、全く、まあ、結論というとインチキな話、はいはいはい、うん、なるほど、はい、うん、で、で年金を受け取る人がどうなるかという、うんうん、ことですけど、うん、はい、これ何分、あと何分ですか、あともう15分ぐらい、はい、10分ぐらいですかね、はいはい、で年金をというのはその、はい、基礎的部分と報酬系部分に分かれているそれは知ってますよ、ご存知かと思いますけど、はい、相対的にその所得の低い人、中くらいの人、はい、高い人、どの層が優遇されていると思います、はい、ね、それは所得の多い方でしょう、うん、いや、所得の低い人が優遇されてます、ね、ああ、そうですか、だって、まあ、基礎年金があって、ね、それからその比例報酬分母があるわけじゃないですか、はい、で、大体所得の多い人は比例報酬分母結構多いわけでしょ、はい、それは先ほど言った所得、うん、所得代率 51% は全体の話であって、はいはいはい、所得の低い人はこのように現役時代の所得を、うん、まあ、ほぼ保障されるというか、そんなに減らないんですよ、はいはい、あ、枠が決まってるわけですね、上限以下なんですよ、はいはい、でというのはその所得比例部分、うん、報酬比例部分が全く比例するわけじゃなくて上限があって、うん、しかもこの勾配が緩いもんですから、はいはい、そうすると例えば退職する直前に1200万、1500万所得があった人というのは、うんうん、もうそこからドンと減ると、うん、ですからその人たちは恵まれてはいるんですけれど、うんうん、現役時代から見ると落ち込みが大きいと、うんうん、で中間層の人がまあその中間ということですので、うんうんうん、でただし所得の低い人というのはもともと現役時代からそんなに減らないんですけれど、うん、はい、現役時代がはっきり言ってそんなに高くもないわけですから、はいはい、そうすると全ての階層の人が、はい、単純と言うならば困るという、うん、そういう仕組みになってます、うん、所得の高い人が困る、高い人は金額はもちろん多いんですけど、相対的に減る割合が、まあ、割合が、どんどん減らされるという、でもやっぱり金額が大きければそれも吸収されちゃいますよね、そうです、それで、うん、で、あとそのポジティブな場合としましては、はい、うん、その年金というのは現在65歳受け取りですけれど、これを早めたりずらしてできるっていうのはご存知ですか。いやいや、まあだけど僕はなんていうの、62から基礎年金部分はもらえるようなことを聞きましたけど、報酬比例です、はい、あ、報酬比例部分ですか、ええ、はい、ええ、それでその65からは、はい、全額支給、そうですね、聞かれました、ね、昭和30年までとか、はいはい、で、で私自身は昭和35年生まれなんですけれど、はいはい、で昭和36年の4月1日以降の男性、はい、うん、で女性の場合はそこからまた5歳加えて、うん、はい、昭和41年なんですけど、うんうん、それが昭和65歳支給なんですけれど、うんうん、で放っておくとそれになるんですけど、はい、この支給を早めるとか、はい、逆に遅めることもできます、うんうんうん、でその早めますと、うん、例えば64歳から、はい、例えば基礎年金ならそれを受け取れるんですけれど、はいはい、減っちゃうんでしょ、だってで、その分、逆に減らされます、額を減らされるわけですか、
つまり月に、月や2ヶ月に一遍の額、その、まあ、一定の年齢までに受け取る額ですね、はい、ただ極端に言いますと、うん、非常に健康状態の悪い方がいて、はいはいはい、で先ほど男性の80歳、はい、女性87歳と言いましたけれど、はいはい、例えば70歳ぐらいまで俺は どう考えても生きるそれぐらいだと思う人の場合は、うんうん、長生きしないということを仮定すると、うん、早くどんどん受け取った方がいいですよ。それはね、太くな短くでやりたい人はね、はい、でその分かれ目というのが、うん、実は76歳になってまして、はいはい、76歳以上生きるのであれば、うん、普通に受け取った方がいいし、はいはい、そうでなければ早く受け取った方が逆に得ってことになります。おお、じゃあもし自分が76までしか生きないという確証があったら、早く受け取る方法が得だってことですか。76だと普通にやった方が若干得です、はい、じゃあ75ぐらいまでなんですか。そうですね。おで逆に遅くする、うん、はい、という方法もありまして、はいはい、65から受け取るべきものを、うんうん、70から例えば受け取る、はいはい、まあ、74でも73で受けるんですけど、うんうん、70に受け取った場合、うん、何歳以上生きたら今度は逆に得になると思います。いや分かんないけど、うん、78ぐらいじゃないですか、ね、で、うん、これが例えば81歳まで生きると、うん、そっちの方が得になります。総額が、はいはい、うん、で81歳ですと、うん、基礎部分が繰り下げたら1329万、うん、普通ですと1326万で、うん、わずかですけれど繰り下げた方が総額が増えていって、うん、で年齢がどん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 上がるに従って、うん、繰り下げた方が得になっていったことがありまして、まあ、こういったことによって若干年金を増やすといったことも、制度上できなくてはないです。それでも、うん、どうぞ、はいはい、それで、あと日本全体としましてやっぱり残念ながら所得が減ってきておりまして、はい、全世帯で見ても、うん、減ってますし、サラリーマンで見ましても、はい、こんな感じになっておりまして、この所得が一番多い時467万、うん、それが今415万ですよね、うん、まあ、所得が非常にいい、まあ、世の中全体で減っているということがあります、うんうん、あと、高齢者の方が先ほど恵まれているというのをお話したんですけど、うんうん、はいはい、高齢者の方ってはっきり言ってお金が余ってるというか、まあ僕の周りの、僕は貧乏ですけど、僕より年上の諸先輩方なんか随分景気がいいような感じですよ、うんうん、でその高齢者の方は確かに全体として見ると金持ちで、一部金持ちの人もいるんですけれど、実際にはお金困ってない人はごくわずかでして。あ、そうなんですか。へえ、うん、で、こちらで見ていただくと、そのちなみにその1ヶ月に最低の必要な最低の金額というか生活費ってどれぐらい必要だと思います。え、僕ですか。あ、世界、世間、はい、じゃあ日本の、まあ、1ヶ月どれぐらいのお金があれば暮らしていけますか。まあ家持ってると思ってないでまた違うでしょうけど、全くの平均で、まあ、25、6万あればなんとかなるんじゃないかと思いますけど。いや素晴らしいですね、はい、で調査してみますと大体28万円ぐらいは、うん、はい、最低必要で、はいはい、で余裕を持つためには36万円というふうに、はい、言ってるんですけど、で28万円の人がどうかというのがこれが実態なんですけれど、はい、でその年金とかで補えるのが18万強で、はい、その他の収入を入れても21万円ぐらいで、はいはい、で6万7千7万円ぐらいはマイナスなんですか。毎月不足してるんですか、はい、それを貯金から取り崩すという感じですね。そうですね。そうすると年間で大体も80万ぐらい貯金を取り崩すという赤字の状態になってまして、まあ要するに高齢者も実は全然余裕ないというか、うんうん、はっきり言って貧乏な人が多いというのが実態です。でもこれからまた高齢者も最高齢になるんじゃないですか。はい。で、まあ、その場合、はい、あと何かところ、はいはい、でその場合ではどうするかということなんですけれど、久保さん自身は例えば、うん、株とか投資信託とかそういったものは興味あると思っております。まあ興味あるけど怖いですよね、うん、僕のなんか知り合いのなんか知り合いの方で、うん、なんか知らないけど、うん、先生の退職金を、うんうんうん、2000万ぐらい持ってた方が、虎の子をパッと入れたら、それがなくなっちゃったみたいな、そういうの聞くと、もう、僕どうすんのって感じになりますよね。
ものなんですかね、そこら辺は。そうです、まあ、日本の場合はとにかくその株とか投資信託とかそういうものに投資してない人が多いんですけれど、香川さん今までだったらリスクって聞いたことあるんですよ、はいはい、ますよ。リスクっていうのは単純に言うと何ですか、損することは何だと思います。いや、危険性、危機とか、そんな感じですよ。だから例えば仮に投資で言うならば、1個にドカンと何千万も投資しないで分散投資して、でそこが潰れても大丈夫のようにこっちとかあっちとかって、投資に限らずやっぱりそういう、その例えば投資だけじゃなくてなんか貯金しとくとか別のやり方をする、要するにリスクヘッジって言うんですかね、個人的なね、それはやりたいと思いますけどね、はい。非常に正しい理解ですね、はいはい、でリスクというのは多くの方がの、はい、まあ、デンジャーというか危険というか、はいはい、例えばその辺に置いてある植木鉢が落ちていて、うん、頭にポンと当たるとか、そういうことを思っているかもしれないんですけど、はいはい、その投資の世界におけるリスクというのは、はいはい、結論から言うと変動するということなんですね、はいはいはい、で当然ながら預貯金はほとんど変動しないんだけど、債券は多少値段も動くし、はい、株は大きく動くので、うんうん、例えば株に投資して損するということはそれはもちろんあるんですけど、はいはいはい、それはあくまで変動ということであって、うんうん、必ずしも必ず損するとか、うんうん、そういうことではないわけです、はい、まあ、だけどほらそのなんて僕はよく知らないけど、ある期間の中に期間で投資してそれで回収しなきゃならないに迫られちゃって、その以降は上がるにもかかわらずそこで決済しなくちゃならないとか、そういう理不尽なことがあるわけでしょ。やっぱり理不尽というかこう、例えばね、何千円かで買っといて何百円になっちゃった時にもう決済しなくちゃならなかったらそれは損になっちゃうわけですから、そういう期間が決められてるわけでしょ。そうじゃないですか、決済っていうか今おっしゃったのは昔っていう、期間の決まった信用取引というのがありまして、はいはい、そういうものはそうなんですけど、はいはい、あくまで長期分散、うんうん、積み立て投資、はい、そういったものをすると非常にリスクを回避できる、下げて、はい、安心に、リターン収益を高めることで、はい、で日本においては、うん、これ皆さんご存知の通り、その、預貯金というのがもう5割以上、金融資産、個人の場合占めてまして、はいはいはい、で株投資、投資信託、債券が 14-15%、でこれに対して欧州の場合は大体3分の1ぐらいがそういったリスク資産っていうんですけれど、株、債券、投資信託、やってるんですか。で、アメリカの場合はもう、はい、5割以上そういったものに投資してまして、で、結論から言ってもそういったものに投資した方が、リターンが高いというか、資産が増える。まあ、日本って僕も一般庶民と同じ考え方だからあれですけど、そういうのはさっきみたいな考え方で、いや株は怖いって思っちゃいますよね、はい、その、まあ、短期的には確かに変動するんですけれど、一銘柄の例えば東京電力とかに投資するんではなくて、日本の株債券あるいは世界の株債券というふうに分散投資しますとリスクが低くなる、つまり変動、はい、そんなに大きく上がる下がるがなくなりまして、はい、つまり一方が上がってもこっちの方が下がって、それでまあ計算して平均取ればちょっと上がってるっていうやつが一番いいわけですね、はい、で、じゃあその投資によってじゃあどうなるかということなんですけれど、で、これは95年から15年まで約20年間なんですけれど、日本の場合はここにあります通り、家計の金融資産、個人の資産というのが 1.47 倍ほとんど20年間で増えてなくて、その投資による収益がわずか 1.15%、先ほど言いました通りそもそも投資してませんので全然資産が増えてません。ところがイギリスは家計全体が 2.27% で、リスク資産も2倍近く、アメリカに至っては家計の資産が3倍に増えてまして、リスク資産による上昇も 2.22 倍ということですので、この長期分散、長期分散国債、時間も分けるという投資をするといかに効率的に資産が形成できるかということが分かりまして、日本の投資家の方もぜひそういった投資をすることによって資産を増やすと、なかなか所得が増えるというのは難しい時代です。あ、もうこれからの時代ね、はい、そういった形で、はい、まして年金もね、あれですもんね、だんだん考えていただければ先細いになってきた、ということですよね、そうするとやっぱり結論から言うと、僕なんかそのなんていうの、その
期間が来たらね、あの決済しなくちゃなんないっていう、ちょっと誤った投資の投資っていうか、なんていうんですか、証券とかそういうのことを考えてましたけど、そうじゃなくて、もっとちゃんと安全なものがあるということですよね。そういうそれを投資して、そのそれによってそのあんまりまあ入りたんじゃないですけども、ある程度の収入があることを確保していった方がこれからの世の中、裕福に生きていけるってことなんでしょうかね。はい。そうです、あの、はい、まあ、安全ということには必ずしもないんですけど、変動を抑えることができるってことですね。なるほど、わかりました。じゃあ今日はこれで、終わりたいと思います。はい。